上段に入れはない。ちょっと難しい。かける方がいいかも。お願いします。タコが食ってます。はじめよう。いただきます。はい、食ってます。先にちょっとやばいよお前。めっちゃうまい。ガク、これめっちゃうまいわ。うまっ。すだちが効いてる。俺取るとこじゃないでしょ。おいしい。いや、徳島のすだちが効いてるわ。秋の味覚大特集、最後はこの方。23日鹿島線で販売される常福監督オリジナルメニュー、サポーターの皆さんに温まってもらいたいとの思いから根菜たっぷりの鍋です。名付けて常福鍋。監督のふるさと徳島県の特産品すだちを使ったすだちポン酢でいただきます。え、これカメラ回ってるとこんな食いにくいもん。いただいていいですか。めっちゃうまそうじゃないですか。たっぷりじゃないですよ。ゆっくり。なんとか味の方いかがですか。美味しいです。ダメですか、こういうリアクションじゃ。全然大丈夫。いただきます。これ今日は何コラボ。今度の23日の鹿島線で。すいません、常福監督の。あ、すいません、いただきます。すいません。この服なんですね。そう、これが。食べちゃっていいですか。食べちゃって。すいません。食べちゃって。いただきます。この。いただきます。嬉しい。美味しい。いかがですか。特別美味しいですね。この商品の名前は何ですか。福鍋です。常福鍋。ポン酢をかけてください。おいしい。服食べちゃっていいかな、これ。服食べますか。服食べちゃう、服。これ逆さ服。これ何かわかる。ね、これ上服。上服。池田コーチの親父ギャグでより一層温まりました。黙々と食うしかない。すいません。オーバー50には優しい。優しい。うん、まあ、これで泡も点取りますから。この前も点取るって言ってな、危うく取りかけたんだけどな、あの前半。プレッシャーですね。監督が。おさん来た。いいですか。はい。すいません。黙々と食べてる。食べるの遅いんじゃないか。手こしだなんです。23日、鹿島線。常福鍋で心も体も温まりましょう。